片翼の天使をコンサートでやらない時はないぐらいこう毎回コンサートでやるんですけれども、その度にこうどこの国に行っても片翼の天使が出るとやっぱり受けがすごくいいんですね。私の名前は上松信夫です。もうかれこれどんくらいでしょうかね、30年ぐらいゲーム音楽を作り続けてきました。それまでファイナルファンタジーの1からファイナルファンタジーの6までいろんなこうラストバトルの曲を、ラスボスの曲を作ってきたんですけど、なんかもうちょっとこう変わったアプローチの仕方、変わった曲が作れないものかなと思いまして、例えば60年代後期とか70年代初め頃のロックの音楽をフルオーケストラでやったらどんな感じになるだろうかっていうのがまず一つアイデアがありましたね。それともう一つ、オーケストラでどういうふうにすればロックの破壊的な音楽ができるかっていうところで、ストラヴィンスキーの春の祭典っていうのはすごく意識しましたね。ですから、でも普通にこうイントロから始まって A メロ B メロがあってサビがあってエンディングがあってっていう作り方するのもちょっと普通なんで、なんかこう変わった作り方できないかなと思って、最終的にどういう風な曲になるかっていうのは全くアイデアなしで、その日その日毎日毎日思いついたフレーズを2小節から4小節とか思いついたフレーズをシーケンサーの中に溜め込んでいって、でそれが結構20個とか30個とか溜まったんで、その後でこう作り変えて、この後にこれかな、これをこの後に持ってきてっていう風にこう短い断片的な 2小節から4小節のフレーズをつなぎ合わせて作った曲が片翼の天使ですね。でもやっぱり初めの2小節でしょうね。ガッ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 っていうところ、これをフルオーケストラでこの最初の2小節をフォルテッシモでやったら結構迫力ある音になるんじゃないかなと思って、まずこの冒頭の2小節から作り始めたのは覚えてますね。でその後は順番に作っていったわけじゃないですけど、例えばじゃあある日はタラランタ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 ラララララッタ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 ッとか、そういうフレーズを思いついたり、タラタラタッタラタッタッタラタラタッタラタッタっていうフレーズを思いついたり、タタ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 タっていうフレーズを思いついたり、そういうのをこう最終的にこう組み合わせていったっていうことですね。パズル的な作り方っていうのは片翼の天使だけですね。あの後はまだやってないですね。最後の方のね、タタッタタ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 タ